外崎チャンネル。じゃん。こんにちは。今日はですね、はい、今の野球って楽だよねっていう動画です。楽？今の野球が？はい、今の、まあ、プロ野球界、はい、楽になったよねっていう。へえ、以前と比べて、うん、その以前っていうのはどのぐらいのこと？まあ俺らの時よりも楽だし、はい、俺らより昔の昭和の人たちよりも楽だねっていう。ああ、でも考えてみるとルールとかもまあいろいろ細かくはなるわけじゃないですか、うんうん、そうなるとこう守ることが増えたりとか、うん、そういうなんか大変さはありそうですけどね。まあもちろんね、大変になったこともあると思う、はい、でもよく言われるのはね、はい、球が速くなってあると、うん、変化球多くなったっていう人いるんだけど、技術もそれをね昔の人と、うん、比べたらダメじゃん、はい、ダルビッシュがいいこと言ってたよ、はい、なんかなんとかなんとかですごいですよねみたいな、うん、いやでもその昔は昔の中で難しいこともあったし、うん、それを比べるのは、うん、いいことしないんでみたいなこと言ってたんで、まあそうですね、だって過去は過去でトップの方々じゃないですか。そうそう、でしかもその時はそれがすごかったんだからってなった時にね、うん、でもやっぱこういろんな面で楽になったよねっていう。いろんな面で、じゃあどんな面ですか？まずはですね、はい、データ出すの楽だよねっていう。それはそうですね、技術が発達してますからね。だからその、うん、余分なところで時間割く時間が圧倒的に短くなったよねっていう、はい。じゃあその以前は今データとしてもらうものって全部自分で調べてたんですか？俺らの時が半々ぐらいでね、はい、もらえるものもあるし、あと自分でそれも全てじゃないから直さなきゃいけないから自分で直したりとか書いていかなきゃいけないし、俺らより昭和の人たちは全部自分じゃない書いて。でもできないものもあればできる範囲で自分でやってたってこと。そうそうそう、だから分かんないものもいっぱいあると思う。だって今はね、じゃあここマリンでロッテ対楽天戦やってたら、西武対ソフトバンク戦のメットライフドームの試合も130球ピッチャー投げてたら全球分かるから、どこ投げてるか、しかも映像もあるわけでしょ。ダゾーンとか見たら見逃し配信もあるわけでしょ。だからデータ取るのめっちゃ楽になったよねっていう。でしかもよ、ソフトバンクとかなんかタブレット渡されてるらしくて、はい、まあ他の球団もタブレット持ってて、うんね、でそこに自分の映像とか、うん、自分の欲しいものとか、はい、全部データで入ってきて、はい、でそれをもう試合終わった時からもう自分の打席とか全部タブレットで見れるわけ、うん、めっちゃ楽じゃん。まあ、昔の時だと多分もうそんな映像もない、はい、そうですよね、うん、見返したりもなかなかできないですよね、うん、で俺らの時でも、はい、そのチームにビデオルームっていうのがあって、はい、そこに1個、うん、もう俺が入った時は VHS がバーって並んでて、はい、行ってその VHS を早送り巻き戻し早送り巻き戻しとかもうすり切れるほど見る、はい、で俺らが晩年だった時はハードディスクのプレイヤーが来て、はい、でそこで自分のやつ見たり試合のやつ見る、うん、でも、うん、それがホームだとまだ数度あるけど、はい、遠征先行ったら1台しかないから順番待ち、うん、あー大変。それがもう今 iPad とかでもう個人に配布されてこう見放題ってことですよね。そう、いつ何時、うん、めっちゃ楽になってね。今ロッテも配布されてるんですかね。配布されてるかどうかわかんないけども、はい、多分配布されなくても自分で持ってたらしてくれるんじゃない。データ入れてくれたりとか、でも2億円かけて戦略室作ってるぐらいだから、それは配布してくれてるやろ。まあ配布してくれなくても自分でやったら来てくれると思うけど、はい、でもめっちゃ楽で順番待ちしなきゃいけないの、うん、見に行こうって見て先役いたら「ああ終わったらちょっと電話して」みたいな感じだからね。それが自分の部屋で、うん、もう好きな時に好きなだけ、うん、もういろんな人が見られるわけです。しかも巻き戻しとかいらないのよ、クーとかっていう、はい、巻き戻しいらないの。じゃあそのあれですか、その打席を全部まとめてこう入れてくれたりとか、じゃあ分けて入れてくれたりとか、俺だと VHS であの試合見たいなって、どれぐらい巻き戻すんやろうな、トロロロロロちょっと見て、ああちょっと行き過ぎてるみたいな。あとはこの何分何秒のとこみたいな覚えといて、あ、行き過ぎちゃったみたいな。あとビデオとかこううまくつかないとフーフーフーとかやりました。それファミコンでしょ。ファミコンだ。ビデオフーフーフーやんないでしょ。もともとパカってなってるでしょビデオ。でも VHS ってこうちょっとパカって開くとこあるじゃないですか。あれをわざわざ開けてフーってやんないでしょ。いや、本当にガチャガチャってなる時があるんですよたまに。そこを線をちょっとちょっとなってたとかやりましたよ。そんなんなったことないよ。いつもクレヨンしんちゃんの録画をね見たいときにやってました。でしかも動作解析とかするのに、俺とかまだ福浦さんと見てた時 VHS のホームは同じ角度から撮るから、同じ角度のやつの撮った別試合を今日の試合バットの角度ここかでテーピングテープ貼ってそこにで違うやつ入れてでバットの角度がちょっといい調子いい時より寝てんなとか、背中のとこテープ貼って調子いい時に比べたらちょっと猫背になってるとか。ちょっと角度が変わってるとか、はい、後ろの看板が調子いい時は見えてるけど見えなくなってるとか。それ映像の画角は全く一緒なんですか？うん、そうそう、ホームは大体同じとこから撮るじゃん。そうか、うん、だからビジターのやつとかは忘れないよ、はい、っていうのをこんなテーピング貼ったりしながら福浦さんと2人でやってその違いを見極めてたのが、もう今やもう線引いて自分でやってみたいな、あちょっとあれかみたいな、すごい楽、すごいアナログでしたね。だってそれしかなかった手作り感。もっと昔の人自分の映像なんて見えないと思うよ。そうですね。いや、どうやってそんな研究してたんでしょうね。感覚ですよね。いやもう感覚もオンリーだったと思う。そんな巨人とかはねまだ映像があったかもわかんないけども、で昔の試合って結構バックネット裏のワンカメラとかの時もあるから、なかなかわかんないと思うよ。そういった面では昔よりこのデータ分析、動作解析、映像、資料、クソほど楽だと思う。いや、まあその分だから選手の技術っていうのも上がっていきますし、その部分を違う時間に当てれたら違う練習できるじゃん。そうですね。俺はそれを探すのがすごいからね、難しいし。だからデータが出るにつれて、まあでもその日本の野球の技術レベルも上がってきますよね。そう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 。だからそういった面ではやっぱ楽になったよねっていう。そうですね。で次がね、守備位置とか自分たちで考えなくてもいいから楽だよねって。考えてないんですか、守備位置。だって大きなシフト取るじゃん、はい、あんなもうベンチから言われて動くだよ。だからこれはイチローさんが引退会見の時に言ってて、はい、要約すると、うん、今の野球は頭使わない野球になってきて、つまんない野球になってるっていう。だから全部ベンチから指示して動いて、だから自分たちで、あこの球種だからこっちとか、はい、あこの球種だからこことか、うん、あこのバッターこういう時だったらこっちの方向こっち寄っとことか、うん、もうそんなの一切考えなくてもいいんだよ。ベンチから「はい」っつったら「はい」ザザザザザ動いて、でそこにいて、で別にいて違うとこ飛んだらもうデータ悪いから大丈夫 OK みたいな。でもよく言うじゃないですか、そのセカンドとかショートとか楽天にいたら藤田さんとか「もうポジショニング最高」みたいな、それを予想してそこにいたんでしょみたいなプレーとかよくあるわけですよ。でももうデータで「はいこっちやってください」みたいな。だって吉田さんの「はいガラガラガラ」みたいな。それでじゃあ指示されて、そうそうそう、ベンチから指示されて「はいもうこうなったらこうです、メジャーとかもはいこうなったらこうです、はいここはいサードがはいセカンドとかその間」みたいな。じゃあ指示された中でちょっとした位置を自分で考えてるってことですか。多分動いて怒られると思うよ。だってガーって動いてるのに、そこから動いたらその最初のデータいらないじゃん。じゃあもう選手個人のポジショニングっていうのはもうほぼないんですか。そう、データで決められて「はい」っちみたいな。昔だとよ、まだ俺らの時でも打者方向が出てるだけだから、キャッチャーがもっとこう次こう攻めるからもっとこっち、キャッチャーがめっちゃ指示したりとか、外野センターがもっとこうこうでこうやって指示したりとかしながら、ベンチの指示が出なくても自分たちで動かして自分たちで考えてやってたけど、もう今は全部システム化。だからめっちゃ楽だよね。いやそうですね、言われたところにいればいいんですもんね。そうだから責任もないじゃんね。そんな指示出るんですね。そうそう、だからそういったところが頭使わない野球になってるって危惧してたイチローさんが。でそれと次が球場狭くなったねっていう。そうですね、どんどんテラス席とか出てきますもんね。もうホームラン打ち放題。ピッチャーは大変よ。そうですね、ピッチャーは大変。俺も一番嫌いなのが、みんな毎年言うんだけど、誰かがホームラン打つとボール飛ぶなーっていうの、ダメなんていう。じゃあ適性はどれやねんっていう。ちょうどいいのはどれか分かんないじゃん、そんなの。だから俺の論点から言うと、昔はじゃあ飛ばないボールだったかもしれないと、だから球場狭かったよねと。でボールの進化とともに反発も良くなった、飛ぶボールになってきた、だから球場を広くしたんだよねと、じゃあ相対関係でよう合ってんじゃんっていう。それなのにボールが変わんないのに球場が狭くなってきてるんだよ。すごいラッキーじゃんね。すぐホームラン。ピッチャーとかバッテリーはすごい大変だけど、バッターは成績上げるの超簡単。新しくできた席のおかげで入ってるホームランっていうのも結構いっぱいありますもんね。半分ぐらいそうだと思う。そうですね。でバンテリンドームが、名古屋も中日がホームランの数少ないから、そのラッキーゾーン的なのを作りたいみたいな感じで言ってたけども、やっぱ今コロナ禍もあって、その名古屋ドームの収益も上がんない中、そう予算を避けないから、まあ見送りになったみたいな報道が、今日かなのニュース出てたんだけども、狭くなっていいよねと思う。まあ入りやすいですよね。ホームランの数ってその過去より増えてるもんなんですか。増えてないと思う。それ増えてないんですか。だって狭くなったからって40本ホームラン打たないじゃん。40本打つ人なかなかいないですからね。広くても40本打ってたからね。だからそういったところは楽になっていいよねって。で狭くなると打率も上がるからね。だってアウトがホームランになったり、アウトがヘッチョコになるからっていうところで打率も上がるから、バッターは本当楽になったよねっていう。ロッテのラグーン、全部じゃないけど、場所によっては甲子園のラッキーゾーンあった時より狭くなってるからね。へえ、そうなんですか。そうそう、模型作る人がやってて、それで見た。へえ。今一番広い球場ってどこなんですか。名古屋か札幌じゃない、一番広いのは。今一番狭いところでどこなんですかね。ロッテじゃない、ロッテか。狭いですか。ただでさえ名古屋ドームとか札幌ドームより狭いのに、テラスもできてフェンスも下がってるから。ああ、そうですか。だから5、6メーターぐらい前になってると思うよ。それかペイペイじゃない。ああ、ペイペイもそうそうですね、うん、そう狭くなってるのね、はい、実質狭いというと神宮とかドームとか横浜スタジアムは狭いよ、実質狭いのはね、はい、広くなって狭くなってるのはそこが一番狭くなってるんじゃないの、もともとの大きさがありますね、そう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 、であとはねその試合中に飲料水、クエン酸とか、いろんなみんな飲んでますね、飲んでんじゃん、はい、昔はよ、はい、多分俺らの前の人ね、はい、水だからねいやあったんじゃないですか、なんかそういう、いやあったとしたらよ、はい、だって俺らの子供の時に、うん、ポカリがスポーツドリンクのすごい最先端だったからね、いや私がちっちゃい頃ポカリの粉と水混ぜてこうやって飲んでました、うん、とアクエリアスとかでしょ、はい、最近、はい、俺らの時はポカリとかエネルゲンとか、うん、その大塚製薬、まあお膝元だからね、はい、それがすごいスポーツ飲料だったのがよ、はい、今もう自分でクエン酸飲んだりとか、だから俺が子供の時だから、うん、それってもう平成入るか入らないかもう昭和後期だから、ね、はい、昭和中期ぐらいの人もう水だよ、水ですかね、水やろ、水かお茶やろですかね、うん、それが今もうクエン酸とかアミノ酸とかっていうのを試合中に体力回復のもととかね、はい、その筋力とか、うん、いろんなものをでプロテインとか、はい、飲んでいくわけでしょ、確かにプロテイン飲んでますね、うんうん、それはもう体も健康的に維持されやすいし、はい、疲れにくいし、はい、ボリュームアップしやすいから、はい、昔のナチュラルから比べたら、はい、昔の人は天然物なんだよ、自然体ですよね、自然の、うん、だってトレーニングしないからね、し、はい、てないんだから、うん、そういう文化がね、器具すらそこまでないですよ、もう腕立て腹筋背筋走って体力つけようっていうのだから、その人たちはそれが全てっていうか、うん、仕方ない、その時にそんななかったんだからね、うん、でそれやって結果残したんだから、それが大事やって思うのも当たり前じゃんね、はい、で少なからず大事な部分もあるしね、うん、だからもう天然物なのよ、昭和の人たちっていうのは、ね、今は養殖なのよ、海で天然物を取ってきて、池入れて養殖してる感じ、今はさらにいい餌与えてそうですね、膨らませてるんですね、面白い、その表現ぴったりですね、うん、昔は天然で取ってきたから、はい、あれ天然より養殖の方が美味しいなっていう時もあったかもわかんないけど、うん、だからそういう感じでいろいろできるわけじゃん、それはビルドアップしやすいし、うん、健康維持もしやすいし、はい、っていうのしやすいよねっていう、そうですね、まあ、選択肢がでもいろいろあって選ぶのも大変そうですね、そうそうでよ、うん、あとはもうフェイスガード、小手、肘当て、足当て、膝当てぐらいまであるんだよ、いっぱいありますね、もうクロスかっていうセイントセイヤの、昭和の方ってつけてないんですか、それ、昭和の人耳もついてないからねそうなんですか、耳もついてないからもうやばいよ、だって肘当てもあれ2004年ぐらいからつけていいようになったから、あ、それまでは何もつけない、足はねつけてたけども、そう考えたらいっぱい防具つけてるから当たっても怖くないから、そう当たりに行くよね、そうですね、そういった面でも守られてる、あとはコリジョンによって二遊間とかゲッツー崩れされないから、もうパンパンって簡単にいけるから、そういう技術の習得もいらなかったし、ホームもブロックしないから、そういったところも楽になったよねっていう、タックルなくなってね、そうですね、まあもちろんね、生命の維持とか怪我しないとかいろんなとこでいいようにって変わってんだけど、そう考えたらよ、今の方が楽だよねっていうのより、はい、昔って酷やなっていう、今話してて思ったっす、うん、今の野球が楽っていうよりも、うん、昔の人ってよくその中で頑張れたっすよね、うん、でもそれが当たり前でしたからね、うん、競技人生、うん、期間それは短いですよね、逆に今はね、なんかドーピングじゃないですけど、いろんな意味を与えてるわけですから、で怪我したらよ、そのなんか治療もいろんな器具があるわけじゃん、電気治療とか、そう考えたら昔の人すごかったですね、昔の人ほど本当に素材勝負かもしれないですね、天才かもわかんないよね、そのことすごいですね、天然物だからね、昔のビッグプレイヤーを今のこの環境でやったらどうなるんですか、多分やばいね、やばい怪物生まれそうですよね、生まれるかもわかんない、そう考えたら今楽だよねっていうより、昔やばいねっていう、昔の人頑張ってましたね、頑張ってた、そう考えたらよ、でもそう考えたらやっぱ今って楽や、今いろんなものが手に入りやすいっていうところでね、まあそこを一選択しなきゃいけないけども、そういったところではあと10年後20年後したらもっと楽になってるかもわかんないんで、ちょっと楽しみですね、はい、なんか昔の映像ちょっと見てみたくなりました、こういう時どうしてたんだろうとか、20年後したらスコープ、このドラゴンボールみたいなスカウターみたいになって、もうそこテキテキにデータがもうそこ出るようになってるかもしれない、ちょっとそこまでいくと怖いですねなんか今ぐらいのままで止まってほしいです、いや絶対進化する、進化しますかね、うん、球場とか可動式になってんじゃん、テレレレレみたいな、確かになんかウィーンって、そうウィーンってたくさんにウィーンってるとか楽しみですね、そうですね、うん、はい、よっしゃ。